こんにちは、メイヤです。今回もですね、特に、動画のストックがないってことで、適当な話をしようかなと思っております。もうすぐバレンタインデーなんでですね、ちょっとバレンタインデーの話でもしましょうか。バレンタインデーっていうとですね、好きな女の子が、男の子にチョコレートを渡す日みたいな、これですね、いつぐらいから始まったのか知らないですけど、少なくともですね、自分が生まれたぐらい、昭和50年の段階ではありましたよ。それで、自分なんかもですね、子供の頃はよくチョコレートもらってたんですけど、実際大人になったらチョコレートってもらわないと思うんですよ。結婚してたりするとですね、嫁さんからチョコレートもらったりとか、あと娘がいたりしたら娘からチョコレートもらったりするようなことがあるのかもしれないですけど、自分なんかは結婚なんかしてないんでですね、そのチョコレートをもらうってことはなくて、もうほんと10年以上チョコレートをもらってないような感じなんですけど、それでもですね、そのバレンタインデーの思い出みたいなことを言うのであれば、過去の武勇伝を語るみたいになるんですけど、今から30年以上前、14歳中学2年生の時ですよ。にですね、3年生の先輩からはですね、可愛い後輩みたいな感じで見られてて、2年生の同級生からはですね、優しい同級生と。そしてあと1年の後輩からはですね、かっこいい先輩。っていうことでですね、全学年の女の子からですね、チョコレートもらったことあります。だからその時が一番のモテ期っていうか、チョコレート一番もらった時だったんじゃなかったかなと。それでも10個ぐらいかな、トータル。チョコレートもらったんですけど。やっぱりですね、小学校の頃とかもずっともらってたんですけど、印象に残ってない人って結構多いんですよ。どうやったら印象に残るかっていうとですね、そのチョコレートを渡す前にですね、その渡す子の友達みたいなのが自分にアプローチしてくるんですよ。今日の昼休みにどこどこに行ってみたいなことを言ってくるんですよ。家庭科室に行ってみたいなことを言われて、昼休みにそこに行くと、チョコレートを渡す本命の女の子がいて、その自分に、ずっと前から好きでした、みたいな感じでチョコレートを渡してくるっていう。そのシチュエーションがですね、やっぱ、いいんじゃないかなと。未だにですね、もう30年以上経っても、未だにその時のシチュエーションがあった子っていうのは覚えてるんですよ。だから、やっぱり印象に残るためにはですね、そういう風に、シチュエーションを大事にした渡し方をした方が、その人の印象には残るなと。もうだからほとんど覚えてないですけどね。実際覚えてないことの人の方が多いですけど。あとはあれかな。これを言ってしまったらもう元も子もないですけど、可愛い子だったら覚えてるっていうのはあるのかもしれません。だから自分なんかは本当小学校5年生の頃にですね、その初恋の女の子からチョコレートもらったんですよ。その時のことはもう本当今でもはっきり覚えてますからね。もうそれが一番嬉しかったですもんね。渡し方はシンプルだったですけどね。ちょっと廊下に呼ばれて行ってチョコレート渡されただけですけど、やっぱり好きな子からもらったらやっぱり覚えてるっていうのはあるのかもしれませんけどね。そう言ってしまったらちょっと元も子もないですよ。可愛くて好きな子からもらえたら覚えてるっていうのは。ちょっと違うかもしれないですけど、そんな感じですよ。ただ、一つ言えるのはですね、その小学校とか中学校の頃いくらモテてたとはいえ、もう今現在、47歳で独身なんですよ。で、一度も結婚もしたことないですよ。だから、結局その、小学校、中学校とか高校とか、で、モテるとかいうのは、あんまり将来には関係してなかったんじゃないかなって思いますね。わかりやすく言えばあんな感じですよ。中学時代なんかだったら、ちょっと不良で喧嘩が強い人がモテたりとかですね。あと高校だったらですね、ちょっとバンドやってるだけでモテたりとかですね。そういうのがあるんですよ。けど、大人になってきて結婚するってなったら、もうそういうのってあんまり関係ないような気がするんですよ。大人になって喧嘩が強かったり、バンドやってたりしても、それで一切お金が稼げてないんだったら、もうその、結婚できなかったりするわけですよ。だからあんまり、学生時代にモテるっていうのと、大人になって結婚できるっていうのは、違うんじゃないかなっていうのはですね、もう、この年になってっていうのもあるんだけど、わかりますね。だから今現在この動画を見てる人で、まだ学生さんっていないような気がするんですけど、もし見てたらですね、学生時代、チョコレートもらえなくても別に気にすることはないよっていう。もう大人になってちゃんと働いて、お金稼げるようになったら、もうそれなりに結婚できるよみたいな。そういう感じですよ。というわけ
でですね、まあ今回そのバレンタインデーの話だけで終わろうかなと思ったんですけど、まあそんなに長く話すこともないだろうと思ったんでですね、まあちょっと別のことを用意してます。バレンタインデーといえばチョコレートなんですよ。まあそのチョコレートってまあ自分はあんまり好きではないんですけど、まあそんな自分がですね、選ぶチョコレートトップ3っていう。もうどうでもいい、またどうでもいいことをやるなって思うかもしれないですけど、まあ、そういうどうでもいいやつをちょっとやろうかなと思ってます。ただですね、チョコレートってもう今いろんなところでいろんなチョコレート出てるんですよ。でも特にですね、なんかどっかの有名なパティシエの作ったようななんか高級チョコレートみたいなのとかあったりして、もうそんなの言ってしまったらもう美味しいチョコレートキリがないんですよ。だからですね、今回は、まあ、どこでも手軽に買えるような、まあ大体100円前後で買えるような商品の中で、まあ、トップ3を選んでみました。というわけで早速ですね、そのチョコレートトップ3、まあ、紹介していきましょう。第3位はですね、まあ、これですね。これです。じゃーん。富士屋のルックチョコレートですね。これはですね、自分が小学生の頃からあったと思うんですよ。一時期ですね、まあ、なんかの味がですね、なんかブドウに変わってたっていうイメージはあるんですけど、これですね、まあ、駄菓子屋で100円で売っててですね、たまーに買ってました。このチョコレート何がいいかっていうとですね、まあ、一つで、まあ、この4種類の味が楽しめるっていう、まあ、そこがいいんじゃないかなって思うんですよね。バナナ、イチゴ、アーモンド、パインですね。この4つの味が楽しめるっていう。まあ、たまーに食べたくなるんでですね、まあ、買い置きしてる感じです。これが3位の、富士屋、ルックチョコレートですね。じゃあ、下げて。で、第2位ですね。まあ、2位はですね、これですね。これです。森永のチョコボール。これのピーナッツですね。これもですね、自分が小学生の頃からあって、まあ、駄菓子屋で50円だったですよ、当時。今はもう少し高くなってると思います。60円とか70円だったかな。で、まあ、金と銀のエンゼルがついてるっていうので、まあ、おもちゃの缶詰が当たるって有名なやつなんですけど。味の種類もですね、いろいろあってですね、小学生の頃も、ピーナッツとキャラメルはあったと思うんですよ。で、当時はキャラメルの方が好きだったんですけど、今現在大人になってからはですね、このチョコボールはピーナッツの方がいいなと思ってですね、もうピーナッツのチョコボールがチョコボールの中で一番美味しいんじゃないかなって思って、まあ、食べてますね。これ結構よく食べてるんですよ。で、この森永のチョコボールが第2位です。じゃあこれ下げて、そしてですね、まあ自分の中である第1位ですけど、もうチョコレートといえばカカオの味がするのが正統派っていうか、まあ、そういうイメージがあるんで、なんかやっぱチョコレートといえばもうカカオの味っていう、なんかそんな感じなんですよね。まあそんな中でですね、まあ自分の選ぶチョコレート第1位はですね、これです。じゃん。明治のマーブルチョコですね。これも自分が子供の頃からあったと思います。まあ100円だったんじゃないかなと思います、マーブルチョコ。このマーブルチョコがですね、子供の頃から知っているチョコ本来の味っていう。で、大人になっても未だにたまにこのマーブルチョコ食べたくなるんですよ。これがだから自分の中ではもうチョコレート第1位って感じのチョコレートですね。もう本当物としてはシンプルなんですけどね、外側をちょっと固めの何かでコーティングしてあって、まあ色がついてる感じですよ。で、中に入ってるのはもうシンプルなチョコなんですけど、そのシンプルなチョコが美味しい。で、まあその外側のなんかカリッとした感触なんかも、なんか食感もいいみたいなのでですね、まあ自分の中ではこの明治のマーブルチョコっていうのがですね、100円ぐらいのチョコレートの中では一番美味しいんじゃないかなと思っております。まあ200円以上のチョコレートでもいいっていうんだったらですね、あれどこだろう。いくつか出てるかもしれないけど、あの200円のアーモンドチョコレートが結構好きですね。けどちょっとそれは200円なんでですね、まあ、今回ランキングからは外してるんですけど、まあ、そんな感じですよ。はい、直しときましょう。というわけでですね、自分の個人的な、まあ、独断と偏見で選ぶですね、まあ、チョコレートのランキングだったんですけど、まあ、もうすぐバレンタインデーっていうことで、まあ、ちょっとチョコレートのランキングをやってみたっていう、まあ、そんな感じだったですね。またですね、今度暇な時にはですね、まあ、こんな感じで、まあ、暇な感じの話をしようかなと思ってるんでですね。また暇のある方は、
見てもらえたらありがたいです。それではまた。